皆さんこんにちは、内科皮膚科医の友利新です。今日は肌の透明感をなくす悪習慣3つっていうことで皆さんにお送りしたいと思うんですけども、やっぱり肌の透明感欲しいですよね。まあ、色白は七難隠すじゃないですけども、肌の透明感があるっていうことは、まあ、肌の色ムラがないということで、透明感がある肌っていうのはキメが整っていて、まあ、シミがなくて毛穴も目立たなくてっていうような、まあ、いわゆる美肌というのは肌の透明感から生まれると言っても過言ではありません。で、この肌の透明感っていうのは、まあ、もちろん私たちの生活習慣によって大きく変わってくるんですね。で、その一つがスキンケアですよね。だからスキンケアを皆さん透明感をアップさせるためにいろいろ化粧水使ったり美容液使ったり、はたまたちょっとお高めのクリームを使ったり、いろんなことをしていると思うんですが、今回はスキンケアではない。スキンケアはもちろん透明感を出すためにいろいろされていると思うんですが、そうじゃなくて皆さんがしていてこの透明感をなくすような習慣を3つお話しするので、この習慣をやめていただければ今まで以上にスキンケアの効果も実感できるだろうし、肌に透明感が生まれるということになりますので、最後までご覧ください。それでは肌の透明感をなくすための悪習慣、1つがタバコになります。でね、なんとなくタバコを吸っていると肌に悪そうっていうことをイメージされると思うんですが、特に肌の透明感には絶対に NG なんです。で、それはですね、どういったデータかっていうと、実は日本禁煙学会っていうところの、に出された、論文があって、で、女性の肌の状態と喫煙という論文になるんですね。20代から50代の女性18万8709名を対象にしたっていう、大きな研究になります。で、その人たちの生活習慣をいろいろ聞いていって、肌にダメージを与えている生活習慣はどれかっていうものをいろいろ見てるんですね。で、その生活習慣がもちろんタバコだけではなくって、面白いのが食事のバランス、暴飲暴食もあって、食事のバランスと暴飲暴食をどう分けてるのかちょっと分かんなかったんですけど、食事のバランス、暴飲暴食、ストレス、睡眠不足、紫外線、冷暖房、そして年齢というものを分けて、それぞれ肌の角質の剥離の仕方だったり、細胞面積がどう変わるかとか、あとメラニンの多さがどう変わっていくかとか、あと皮脂分泌、そしてニキビがどう出るかとか、毛穴が増えるかっていうことをすごい詳細にデータにしているんですね。で、当たり前ですけど、女性の肌状態を悪くするっていうのの一番の原因は年齢ですよ。なので年齢が上がるとどんどんシワだったりシミだったりも増えていくので、それはとりあえず置いておいて、いろんな生活習慣の中で、これはね、毛穴とかニキビとかいろいろ出しているんですが、肌の透明感に関係するものっていうのはやっぱりまずは毛穴ですよね。で、もう一つは肌の角質の剥離なんですよ。そもそも肌に透明感がある状態ってどういうことかっていうと、角質がしっかりとしているっていうことなんですね。この肌が角質がしっかりしているっていうことはどういうことかっていうと、肌の角質の細胞の大きさが不揃いじゃない、まずはきちんと整っているということ、角質と角質の厚さがちゃんと標準程度あるっていうことで、角質ってある程度いくとどんどん剥がれ落ちていくじゃないですか。で、この剥がれ落ちていくスピードが早くもなく遅くもない正常のターンオーバーであるっていうことが大事なんですね。で、それを見るためには角質層の剥離、あとは角質の細胞の大きさというものを見るんです。で、これがバラバラだったり遅くなってたりすると、要は角質の状態が良くなくて肌の透明感が落ちてるっていうことになるんですね。なので今回のその女性の肌状態と喫煙っていう論文ではですね、いろいろな指標を出しているんですけど、私が見て、これは透明感に関係あるなというものを、やっぱりその角質の剥離と細胞面積、そしてもう一つは角質細胞にあるメラニンの量ですね。もちろんその角質細胞にメラニンが多いとちょっとくすみだったり、メラニンっていうのは黒い状況ですから、角質層にメラニン色素があるとそれは透明感ないっていうのは皆さん想像がつきますよね。なのでこのいろんな生活習慣の中で、実はこの角質層の乱れ、その角質層の剥離と細胞の大きさ、そして角質層のメラニンの量っていうものが一番悪くなるのが、実は喫
煙だったんですよ。要はタバコなんですね。で特に剥離、角質の剥離と角質細胞の大きさっていうものが変わるのは喫煙っていうのが大きく関係あります。でもちろんね、メラニンに関しては1番は紫外線なんですよ。なんですが2番目はこの喫煙っていうものが大きく関係しています。であと面白いことにですね、毛穴の開き具合っていうのも実は喫煙が結構関与しているっていうことが分かっています。なのでこの論文の最後にはこう書かれてるんですね。喫煙者と非喫煙者の2群を比較した結果、喫煙者の方が角層細胞の重層剥離量が多い、そして角質細胞中のメラニンが多い、肌のかさつきやかゆみを感じやすい、肌が油っぽい、ニキビができやすい、毛穴が目立つという結果であるというふうに書いてある。だからもう要は、透明感を出すものもダメだし、肌の、コンディションを絶対的に下げるっていうことなんですよ。で面白いことにこの、論文で言ってるのは、若い頃はその喫煙に対するダメージが現れにくいんですね。なんですが25歳を過ぎたら急にその喫煙の害っていうのがドワーッと出てくるようになるんですよ。だから若いうちタバコ吸ってても実はあんまり感じないんですが、25歳を過ぎてから吸い続けているとどん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 その肌への悪影響っていうのが出てくるっていうこと。なので皆さん、もう絶対に肌に透明感を出したいっていう時にはタバコはやめてください。先生、じゃあ電子タバコはいいですかって言いますけれども、電子タバコも紙タバコも一緒です。スモーキーフェイスといって肌を透明感をなくしたりっていうことを、シミシワの、こうアップさせるっていうことももう分かっていますので、皆さんが肌に透明感を出したいっていうんだったらタバコをやめる、禁煙を必ずしてください。続いて肌の透明感をなくしてしまう悪習慣、2つ目が間違ったマッサージになります。これね、その間違ったっていうのがポイントと、あとこれを入れるかどうかっていうのはすごく迷ったんですね。でなぜかっていうと、皆さんマッサージってもう肌を良くするために、美肌にするために、言うなれば肌の透明感を出すためにマッサージってするじゃないですか。なんですけど、実はこのマッサージが間違ってしまうと、実は肌の透明感が低下してしまう原因になるんですね。でこの番組ではもう再三言ってますけれども、皮膚っていうのはこうゴシゴシするような摩擦をすると、そこに細かい炎症が起きて、そこに見えない炎症が積み重なって、それが炎症性の色素沈着として出てしまったりとか、あとは角質のごわつきになってしまって透明感が低下したり、あとはよく言うここにある刺激によって悪化する乾斑と呼ばれるシミが悪化するっていうことはもう再三言ってるんですね。なんで摩擦をしないでくださいっていうことを再三言うんで、クレンジングの仕方だったり、洗顔の仕方だったりっていうことをいろいろお話ししていると思うんですが、よく聞かれるのは、じゃあマッサージはどうですかとか、よく言うその電気ローラーコロコロみたいなものはどうですかって言われるんですが、もちろんね、そのコロコロとかマッサージを一瞬して顔の血流を良くしたりとか、むくみを取るっていうことは一瞬の綺麗さを見るっていうことにはいいと思います。ただこれを常にコロ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 していたりとか、あとはカッサでしたっけ、なんか ガサガサこうね、なんかもう顔が真っ赤になるまでこうしっかりとこうゴリ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 マッサージをするっていうのは、これはもう刺激、過度な摩擦ということになるんですね。でこの過度な摩擦っていうのが、一瞬はなんか顔がすっきりしたようには見えるんですけれども、もう確実にこう角層の厚みを増やしたりとか、あとはもう炎症がそこに起こって、シミの原因であったりとか、くすみの原因であったり、あとは乾斑が出てきて肌に色ムラを与えてしまうということになります。なので、どうしてもね、コロコロをしたいっていう時には、このフェイスラインというか、この首のところだったり、こういったところだけをコロコロしてあげる分には、リンパの流れが良くなって、ちょっとむくんでたお顔が元に戻るっていうことはあると思います。あとは、電気針ブラシとか、今流行ってますけれども、頭にね、その電気ブラシをして、ピクピクピクプってして、こう近反射でちょっとキュッと顔が上がることはあっても、こうね、電気ブラシでゴシ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 してしまったら、もちろん近反射で上がるとは思うんですが、それを毎日やり続けていることで肌の透明感をなくす、要は肌がくすんだりとか乾斑とかシミが悪
化しちゃう原因になるので、適切に電気ブラシだったら頭だったり、あとこういうところにピッピッと当てる、あとは押し付けるっていうことは特に問題はないです。この押し付けずに横にスライドするっていうのが間違ったマッサージの仕方なので、押し付ける例えばこうツボを押すっていうようなことはいいですけど、間違ってもこうゴシ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 マッサージをゴリ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 って音が鳴るようにするっていうのは絶対にやめてください。続いて肌の透明感をなくしてしまう悪習慣3つ目、もうわかりますよね、日焼けになります。もうね、先生に日焼け言いすぎよと思うかもしれないんですけれども、何回も言います、皮膚の老化の7割は紫外線になります。で、先ほど の日本禁煙学会 の論文でも、一番肌の老化を加速させるのは、まあもちろん年齢で、ね、年を取ると肌老化は進むんですけれども、その次に挙げられているのはやっぱり紫外線なんですね。そしてその次に、まあさっき言ったタバコだったりとか食習慣だったりストレスだったりっていうことがどんどん出てきます。なので要は、まあ、年を取るのは誰でも取るので、それを止めるわけにはいかないので、じゃあもう一つ肌老化を止めるっていうんだったら、やっぱり紫外線をブロックするっていうことが大事になってくるんですね。でもちろんね、紫外線を当たることによってビタミン D の生成っていうことがあって、例えば最近はね、それが免疫力をアップさせるっていうことにもなってるので、ただお顔だけを、まあ、肌の透明感を出したいんだったら、お顔はしっかり日焼け止めを塗るべきだし、あとはそのビタミン D が気になるんだったら、それのサプリメントで補って、であとは光老化を抑えるように紫外線をカットしていただけると、肌には確実に透明感が生まれると思います。まとめると、皮膚の透明感をなくす悪習慣3つ、1つ目はタバコを吸うこと、そして2つ目が間違ったマッサージをすること、3つ目が日焼けです。3つともしっかりと守って、タバコをやめて、間違ったマッサージをやめて、でそして紫外線対策をしっかりしていけば、必ず皆さんの肌には透明感が生まれると思いますので、こちらの3つは必ず守るようにしてください。いかがでしたか？このチャンネルではこのように皆さんに美容や健康について正しく、そして分かりやすくお話ししているチャンネルになりますので、よかったらチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。